ゼイコさん。2014年5月19日。今日からお兄ちゃんが週末の中間試験のために、授業が早く終わりました。下の子の帰宅と一緒にドンちゃんも来たようなので、ドンちゃんの必殺技といのりちゃんの必殺技の、名前を考えようということになったみたいです。テスト勉強はいいのかしらと思いつつも私は見守ることにしました。子供たちとドンちゃんいのりちゃんは、うまい棒を手に、冷やしておいたチューペットを飲み飲み話し合いが始まりました。シャイニングなんちゃらはいいとして。なんちゃらを何にするかだよね。そのまま手とか腕とか爪とか、ひねりないのはつまんないよ。ダメなのか。難しいな。僕のも考えてよねー。祈りはドンデルの後でね。はーい。ドンデルの手にあるものは、肉球？これか？前足をにぎにぎしながらみんなに見せる。シャイニング。ミートボール？うぐ。なんか美味しそう。うぐぐく。美味しいのか。自分の前足をにぎにぎして見つめながら。私は思わずむせ返って洗面所に走り込みました。なゆらさんがその後から心配して洗面所に私の様子を見に来てくれました。私はここでリタイアして食事の準備に入ってしまったので、あとはよくはわからないのですが、話し合いは夕ご飯直前まで続けられていたようで、どうするか、まだ揉めているみたいです。ただ、連携技も欲しいよね。と食事中に会話していたのが、すごく気になります。無茶なことを考えつかなければいいのですが。2014年5月23日。お兄ちゃんのテストも終わり、頑張ったねぎらいに、かっこ、若干の疑問は残りますが、外食に行って参りました。肩の荷が降りたようで子供たちもご機嫌のようでした。確かに私自身、子供に対してはどうしても口うるさくなってしまいまして、私も子供たちをもう少し信用して任せてもいいのではないかなと。注意すべきこと、指摘すべきことはして、見ていこうというように改めて感じています。皆様が私や子供たちのことを心配してくださったこと、感謝しています。以前、子供たち経由で聞いたのですが、玲子さんから、知識を養うことも大切ですが、それを正しく行う心と、それを生かすための知恵を養うことも、同じくらい大切なのですよ。とのお言葉を頂戴したとの話を思い出しました。2014年5月25日。お邪魔いたします。皆さんのご意見とドンちゃんいのりちゃん、そして子供たちの思案の会もあり、必殺技の名前が決まったようです。ドンちゃんの必殺技は、ドンちゃんの、物騒な名前は良くない。との意見を尊重いたしまして、シャイニングレボリューションと、シャイニングヘブンエターナルに決定いたしました。いのりちゃんの技に関しては若干の変更はありましたが、ラブリーさを強調した名前、メロメロウニャン、ハートマーク、ファイナルと相なりました。余談になりますが、なゆらさんがいのりちゃんに、お母さんは必殺技なくていいの？と聞かれていたそうです。そのうちにね。と、なゆらさんは答えていたようでした。手短ではありますが、ご報告させていただきました。2014年6月30日。主人からお話を聞きましたので、ご報告させていただきたく思います。最近ゲンちゃんの姿がぷっつりと見えなくなってしまったそうで、主人はかなり気にかけていたみたいです。欠かさず現れていた晩酌にもゲンちゃんは現れなかったようです。そんな中、家臣さんから声でコンタクトがあり、ある廃れてしまい廃村になってしまった場所に封じられていた悪いものが、信仰や戒めが薄れて暴れ出してしまって、周りや本人のためにも、放っておくわけにはいかなくなった、
と聞かされたそうです。家臣さんも玄ちゃんも、昔から知っている相手、とのことのようで、上場見というものだそうです。その上場見さん、様を、家臣さんと玄ちゃんが協力して、なんとかおとなしくさせたようですが、玄ちゃんが怪我を負ってしまったようで、休養、療養中とのことのようでした。昔は俺たち以外にも熱い連中がたくさんいたんだがね。と家臣さんは言っていたそうで。心配はいらねえよ。現座も俺と同じで、幸か不幸かしぶといからな。と、笑っていたそうです。主人はそれから毎日玄ちゃんの祠まで、お酒と厚揚げや唐揚げなどをお供えに持って行っているそうです。子供たちもおやつの一部を玄ちゃんにとお供えしており、私も玄ちゃんが早く元気になるようにと、子供たちと一緒に手を合わせていました。様子の確認とお見舞いに行ったなゆらさんの話ですと、思ったより元気そうだった、と言っていましたが、ふっくらしていた毛が見る影もなくボロボロになって、一回りも二回りも小さくなってしまっていたようで、激しく消耗している様子だったと、私たちに話してくれました。そして、家臣さんも、同じような状態寸前になっていたとも。そうですよね。玄ちゃんがそれほどまでになっているのですから、家臣さんも無事でいるわけがないんですよね。なゆらさんは家臣さんから。俺の方は内緒だぜ。泣かれたりすんのは苦手なんだ。と言われていたそうなのですが、考えた末、なゆらさんは私たちに話してくれました。何か暗い報告になってしまい申し訳ありません。家臣さんと玄ちゃんの回復を祈りながら失礼させていただきます。皆様、ありがとうございました。ここに書いたことでみんなの行為が彼らの元に届くことでしょう。きっとすぐに良くなります。そして上場見さんも、良い方向へ向かえると思います。上場見って、大酒飲みの例えでしたよね。玄座さんたちにお酒プレゼントして、飲み会でなだめていただくってのはどうかな。お財布が心配だけど。それと、大蛇のあやかしにもそう呼ばれる者がいたような。どっちだろうか。家臣さんや玄ちゃんへの皆様の温かなお気持ち、本当にありがとうございます。主人にメールで確認いたしましたところ、上場見というのは家臣さんの話からも、大蛇のことだよと、メールが返ってまいりました。また、その時のメールに、家臣さんからお聞きした、上場見さんのことについて少し書かれてあり、その昔暴れ回っていたのを、名打ての漁師さんに討ち取られたのですが、魂だけになっても災いを引き起こしたりしたので、偉い方に力を封じられたのだということのようでした。奴らの執念ってのは厄介だし潔くねえ。それだけの力があるなら、いい方に向けりゃ敬われただろうによ。と家臣さんは言っていたそうです。その昔暴れ回っていたのを名打ての漁師さんに討ち取られた。一体、どのような理由で暴れていたのでしょうか。神と人、あちらとこちらでは、道理が異なるかもしれませんが、相手のことを知らないと、沈める、祀る、封じる、いずれもできないと思います。そのあたりの心情、理由を聞き、互いの理解を深めなければ、根本的な解決になりそうにないですね。上場見さんの心安らぐ結果を願います。まずは飲み会かな。元気玉。どうぞー。2014年7月17日。お邪魔いたします。皆様のいろいろなご意見、ありがとうございます。先日、玄ちゃんが家臣さんと一緒に戻ってきたそうです。少し小さく見えたそうですが、毛並みもふっくらとしており、相変わらずの様子だったということです。主人もすごく嬉しそうで、私も何かほっとしてほろっと来てしまいました。以降はその時に聞けた、家臣さんの話からのようなのですが、
上場さんはその昔、お酒に釣られて、と言いますか、盛られて、騙し打ちされたようで、それをとても悔しがっていた、とのことのようでした。そういった経緯からも、お酒や周りからの接触に猜疑心を強く持っているようで。また、上場さん本人が力でしか負けを認めないため、家臣さんたちは昔からそのように対処してきたということのようでした。ただ、負けるのが悔しいらしくて、ことあるごとに色々と難癖をつけては、勝負の方法などに文句をつけていたらしく。今回は上場さんに対して1対1で、玄ちゃん、家臣さんの順に、ぶつかったそうです。まあ、奴は相当な負けず嫌いだからな。それでしか納得できねえなら、そいつに付き合ってやるしかねえ。ある意味やつにとっちゃ、それが遊びで、俺たちと関わり合うための手段なんだろうさ。迷惑な話だがな。と笑い飛ばしていたそうです。また、掲示板柳浦さんの報告のことに関して家臣さんは、ごま稽古隊員だよ。大切なのはたくさんの人が俺と源座に祈ってくれたことで、俺たちは助けられたってことだ。俺も源座も感謝していたと伝えてくれ。と言って笑っていたそうです。これは私たち家族や掲示板の皆さんにも、向けた言葉ではないかと思っております。源ちゃんを頭に乗せて、森林をバックにこちらを見つめて佇む、家臣さんと源ちゃんの姿。すごく素敵で見とれてしまった、と、主人は話してもいました。皆様、本当に色々とありがとうございました。私からもお礼を申し上げます。それでは失礼いたします。奥様おつです。まずは源ちゃんと家臣さんが無事帰還されて何よりです。しかし、上場さんもなんかおもろい方ですなぁ。少年漫画のライバルキャラみたい。ならば力というか肉体言語だけでなく、知恵と勇気と友情パワーの強さも受け入れていただければいいのですが、それさえ分かってくれれば源ちゃんたちと良い友達になれそうな気がするんです。このスレの守護神様と住人図の思いは強いですよ。どうか上場さんにも届きますように。河原でタイマンバトルして夕日を眺めながら、なかなかやるじゃねえか、おめえもな、とか友情が芽生えちゃうあれですか。拳でしか語り合えない友情もある。なんか最終的に宇宙に行っちゃいそうだな。ゲンちゃんもお帰りなさい。上場さんも不器用とか、ツンと思えば。これが、萌え。失礼いたします。家臣さんから、主人にコンタクトがあったようで、皆さんに伝えてほしいとのことなのでその旨のみですが。その調子で頼む。良い意味で面白いことになりそうだ。そういえばわかるさ。あいつらならな。と、ワクワクしたような顔で笑っていたそうです。また何かありましたら、ご報告させていただきたく思います。皆様、何とぞ家臣さんの件、よろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。おそらくバミコウに何らかの変化が現れてきた。もしくはガチンコ対決に向けてゲンちゃん肉体的にパワーアップとか。あ、ただの邪推ですよ、邪推。バミコウやめれ。たたられたらどうする。上場さんへ、スカイウォッカをお供えします。ロシアの酒は口に合わんかのう。いつか家臣さんと源ちゃんと上場さんと見柱で、ワイワイお酒を酌み交わせる日が来ると面白いと思うの。とりあえずハイネケンを供えてみた。ビールは飲めるのか知らんけど。これから酒飲むときは上場さんと飲んでるつもりで飲むことにするよ。季節柄ビールになるんだけど、大丈夫かな？バミさん、一緒に楽しく飲んでくれるといいなぁ。2014年7月23日。お邪魔いたします。皆
様たくさんのコメントありがとうございます。昨日の夜に主人から電話がありまして、家臣さんから玄ちゃんにお呼びがかかったと言っていました。家臣さんは、珍しい客が来た。と言っていたそうで。続く。